全国高校生手話パフォーマンス甲子園は今回で11回目。鳥取県によりますと、佳子さまの出席は8回目となります。大会前日の来月21日に鳥取県入りされるということです。佳子さまは21日に鳥取県伯耆町の上田昌司写真美術館などを視察、翌22日には米子市の米子コンベンションセンターで開催される手話パフォーマンス甲子園に出席される予定です。手話パフォーマンス甲子園は全国から16チームが参加することになっています。